単行国間法成立を報じる朝日新聞単行国間議国は戦後の1947年から1948年に起きた汚職事件である。社会党主反政権の片山内閣が単行を国家管理にするため単行国家管理法案を第1回国会に提出した。これに単行主が反発し、 炭鉱国家管理法案を阻止するために保守系議員へ正解工作を行った。炭鉱国家管理法案は炭鉱主側の言い分が通る形で修正となり、法案が成立した。しかし、後に炭鉱主側の工作が世間に露見する。この二国では、長尾達夫、淵上ふ太郎、倉石忠夫、平井義和、上原悦次郎、西田隆雄、川崎秀治、 坪川晋三、伊藤宇う、いとううしろ、きうちしろ、えとうそく、はまだとといった14人の国会議員が、承認喚問された。検察は各所を捜索し、福岡県下の銀行を調べた結果、都市銀行の福岡県下の支店から、東京支店に送金されたことが発覚した。捜査は続けられ、田中角栄。 田中まいち、武田義一、尾崎末吉、坪川新蔵、岡部徳蔵、翔、ただと、あずま旬深津玉一郎、平野正吉が、襲来罪で、長尾達夫が、蔵来罪で、衆議院議員が逮捕された。1948年12月22日から1948年4月5日まで、田中角栄、田中まいち、武田義一、尾崎末吉、 小、ただと、東俊英、深津玉一郎の七人が、収賄罪で起訴され、長尾達夫と、炭鉱主四名の、計五名が、増賄罪で起訴され、十二名が、刑事裁判にかけられた。収賄罪で逮捕された、政治家のうち、坪川晋三、岡部徳三、平野増吉は起訴猶予となった。炭鉱国間二国表面化の当時、刑事裁判は、 旧刑事訴訟法を基本に、日本国憲法の施行に伴う、刑事訴訟の応急措置に関する法律によって審理、されていたが、捜査中の1949年1月1日から、新刑事訴訟法が施行された。単行国間議国の被告は起訴された日付によって、旧刑事法適用組と新刑事法適用組の二つのグループに分離されて、東京地裁で裁判が行われた。 刑事裁判では、収賄側は、金銭授受,受は、認めるが趣旨は違うとして収賄罪を否認し、深津玉一郎に、懲役2年執行猶予4年、追徴金200万円、尾崎末吉に、懲役1年2ヶ月執行猶予2年、追徴金103万円、長尾達夫に、懲役1年2ヶ月執行猶予2年、単行手2名が、懲役1年執行猶予2年、単行手1名に、 罰金10万円、単行主1名に、罰金5000円の有罪判決がそれぞれ確定したが、翔太だが一審に、懲役8ヶ月執行猶予1年の有罪判決の、控訴中に死亡して、控訴棄却となり、田中真一、田中角栄、東俊英、武田義一の4人について、無罪判決が確定した。ありがとうございます。